こんにちは、お肉です。今回はですね、20のラントレを弾いていこうと思います。はい。で、ラントレなんですけど、今回はね、ちょっとそんなにたくさん買えてないんだよね。今回購入したのはね、9枚です。で、この9枚で、全員分とか、あとまあ全員分のユニットでもいいんで、ちょっと集まったらいいなっていうふうに思ってるので、早速開封していくので、最後まで見てください。はい。そんな感じでこうやって開封しました。ちょっとね、袋から出すのが大変で、私はハサミで 切りたくないんで、ちゃんとね、一個一個開けたらめっちゃ時間かかったんですけど、見てないです。本当に、見てなくてファーストリアクションなので、一枚ずつめくっていこうかなというふうに思います。本当に、ちょっと希望としては全員出していきたいということで、まず一枚目、せーの。まこちゃんやん。私最近ね、山口家の運実はいいんですよね。結構当たってるんじゃないかなっていう感じで。 このピアノの上でこんなにこの上品さを醸し出せる人はマコちゃんしかいないなって感じでなんかアップとかユニットとかあるみたいなのを見たんですけどこれはなんだろう上半身って感じかな全身でもないのでそんな感じのマコちゃんだと思いますはいまず一つ目かわいいねかわいいねちょっと置いとこ次いきますせーのみミーちゃんミーちゃんもこれ同じかな全身ではないっていうのかなかわいいねこのこれどこだ これ、ニードユーですかそんなす。そうですよね。これ、ニードユーもあるんだ。あ、チョップスティックだけかと思ってたら、どっちもあるみたいです。ニードユーのミーシちゃん、白めちゃめちゃ似合うね。めっちゃ良くないなんで今回9枚にしたんだろうってぐらい、ちょっと今の時点で、わー、全部欲しいなってぐらい可愛いわ。次、いきます。3枚目。せーの。 これね、私ツイッターで、ちょっとこのあやかちゃんがマジで可愛いみたいなのを書かれてる方がいて、私もそれに引いリりツイートしたんですよ。めっちゃ可愛いじゃんと思って。この姫引けたんだけど、これほんと欲しかったんですよ。これほんとに。なので、ちょっとこうやって手に入ったの嬉しい。このあやかちゃんマジ可愛くないほんと欲しかったの。このアップ欲しいかも。なんか上半分も嬉しいんだけど、なんか、 アップだとよりみんなの可愛さがすごい見える感じがするんで、アップ狙いでいこうと思います。せーの。これが全身だよね。リクちゃんの全身来ました。お、今のところメンバー被ってないし、ただユニットとかも来てないんですけど、こんな感じで。 めっちゃ可愛くないダイ柄の服で。すごいね。なんかもう全部がさ、場所もすごいと思ったけど、やっぱ衣装もすごくないなんかどっちもめちゃめちゃ派手なのにこんなに可愛いリクちゃん。見てー何この顔超可愛いじゃないですか。ちょっと、被りなしできてるということで、そろそろユニット欲しいな。なんかユニットって可愛いじゃないですか。いきます。せーの。まゆかちゃんのアップ やったー嬉しいめちゃめちゃ可愛いちょっとこの時のね、まゆかちゃんいいと思いますし、なんか、帽子ね、まゆかちゃんめっちゃ似合うんだよね。だからこうやって、被ってるまゆかちゃんが、ゲットできましたちょっと5枚目まで。ちゃんと被ってない。ちゃんとか、<laughs> すごいこれは引きがいい気がしている。ということで、推しがね、ほんと出ないの。 だから、うん、じゃあそこだけ、ちょっとうんって感じなんですけど、押しは出したいよ次うん、次が何枚目だ ?6 枚目せーの綾香姫の20の方来た可愛い,いこれもね、野球のコンセプトの時のやつですね。私、このね、あ香姫の衣装超可愛い,いと思ってて、綾香姫しか似合わないんですよ、これ。めっちゃ可愛い,いじゃんじゃ、こっちの綾香姫も可愛い,いけど。 こっちもいい気がします。はい。ポニーテールのあやかちゃんということで。もう真っ白やんもうさすが白担当だなっていう感じ。ということで、あと3枚になっちゃったんですけど、ちょっとユニットあるかなユニット引きたいなと思ってます。次。ねの。待っ <laughs> て、待って、待って、待って。めっちゃ、これも振りみたいになっちゃった。けど、 待ってこんな可愛いユニットあるんだね、めっちゃ可愛いまやちゃんついに推しのまやちゃんが出ましたということで、まやちゃんとりくちゃんとまこちゃんなんですけど、見てこのりくちゃんの顔なにこれ可愛い可愛い可愛いもう最高やったユニットチェキ引けためちゃくちゃ幸せですこれほんとかわいいんだけど。やばいちょっと飾りたいぐらい可愛いいやー嬉しいこのね、ほんとにラントレって全部 す幸せな気持ちにさせてくれるっていうね、何も後悔させてこないところが大好き。次が何枚目だ ?7 枚目 ?8 枚目 ?8 枚目か。いきます。せーの。りくちゃんの上半身ですね。かわいい。これも私、りくちゃんやばない。りくちゃん3枚今日弾いてるんだけど、すごいことになってます。かわいい。めっちゃいいじゃん。なんかりくちゃんビジュアルめちゃめちゃグレードアップしてませんしてますよね。なんか、 最初のェイキンハッピーからもちろん可愛いけど、なんか大人っぽい感じで綺麗になった気がします。可愛いですね。ということで、あと、誰が出てないのが、リオちゃんと、あと、りマちゃんと、ニナちゃんかな。その3人が出てないんで、その3人のユニットが出たらいいんじゃないかなって思います。あるのかな次、最後ちょっともう行きますせーの おりオちゃん来ましたまだ出てなかったからね。可愛い,い卵色のお洋服を着てるりオちゃん。めちゃめちゃ良くないめっちゃ可愛い,いよということで今回ね、出たものを最後に1枚ずつ紹介していきたいと思います。やばちょっとこれはね、全員ではないですけど、ちょっといいのが、一応ユニットが出たんで私の中ではいいかなっていうふうに思っています。ということで見せていきます。まず1枚目みーしちゃんです。こんな感じで。可愛い可愛すぎる。そして次。 マコちゃん。はい。綺麗。大人っぽいですね。そして3枚目が、あやかちゃん。いいね。この表情がたまりません。そして次、マユカちゃん。かわいい。お済まししてる。めっちゃリングになってるけど、かわいいです。そして、次が、リクちゃん。かわいいね。本当に。<laughs> かわいいねしかいないんだけど、かわいいです。そして、はい。この最高のあやかちゃん。手に入った。すごい。これはすごいと思う。そして、リクちゃんのピアノの前で、 なんか決めてるやつですね。こちらになります。そして、リオちゃんこれもかわいいわ。このりおちゃんめちゃめちゃなんかドラマとか出てそうですよね。これ好き。そして、最後これよ見てこのユニット弾けたわ。 いやー、めっちゃ嬉しい。やっぱね、ラントレのいいところをちょっと言いたいんですけど、ラントレってやっぱこの引く前のドキドキ感と、引いた後のなんか安心感、幸せ感、幸福感も全て、はい、ちょっとね、あるっていうのがやっぱこのラントレだと思いますので、何回引いてももっと欲しくなるし、何回引いてもなんか、推し以外のも全部集めたくなるなっていうぐらい本当にどれか好きなので、まあ、全部買ってる余裕はもちろんないんですけど、でも、やっぱこうやって毎回楽しめるっていうものが出るのはすごいなって思うし、 このサイズっていうのがやっぱいいなっていうふうに思いますので、これからもね、たくさんこちらのトレーカー私も買っていきます。そしてまた弾いていくので、皆さんね、今回私と一緒なの出た方とかはこれ出たよとか、私が出した中でこれが欲しかったよとか、そういう素直な感想をちょっとコメントに書いていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。日韓国では20の最新情報や開封動画だったり、レビュー動画だったり、本当にたくさんの動画を出していますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も 見てくださいそれでは。